戦ファイナル。ファイナル。ファイナル決戦。今まで行ってきたパン屋さんの中から4つを絞り込んで、今日は1軒ずつ食べていきます。で、その食べた中から私たちが選ぶ、美味しいパン屋さん。今日の特別ゲストはコリラクマです。ジャッジするの？見とくって。今もあれ。今日1軒目は早原町にあるアデモク米田コーヒーのパン屋さんですね。いろんな種類があって、ずっと気になって忘れられないパン屋さんですけど、前回食べたのと、あんちゃんは1個同じの食べて美味しかったね。うん、か同じ、全く同じの食べようと思ったけど、種類が多すぎて美味しそうなのがありすぎて、結局違うの買っちゃったっていう。今前回カレーパン食べたんですけど、カレーパンのアップグレード版みたいなやつがあったんで、それにしました。あと菓子パンかな、美味しかったよ。カレーパンのアップグレード版はさ、このお腹には良かったって、朝ごはんも食べずに来たからさ、美味しい美味しい。初めてイートインしたから、あのレンジやっぱりいいって、レンジとオーブン、アデモックは店内のイートインスペースにオーブンとレンジがそれぞれ1台ずつ置かれてて、でお水はセルフで、コーヒーは別料金だけど、今食べたいってなった時に食べるよね。イートインおすすめ、消費税 10% になると思うけど、2軒目あとでね。だけど前回食べた同じパンがなくて残念ながら違うパンを買いました。美味しいよこれ。ちょうどこんなチョコが好きなんですよ。パンの焼き食い、冷やしコーヒークリームパン、人気ナンバー2。これも出してくれた、でもちょうど並んだね、陳列ね。聞いてみるもんだね。あのコーヒークリームだ。前も多分昔の動画やったけどさ、細長いパンでさ、コーヒークリームが入ってるさ、言ってたね。沖縄で多分あれ売ってるやつ、もう今多分売ってないやつだけどさ、あれよりかはちょっと長めがあるかな。何やって出てくると、出てくると手前の人さ、どっか来るか、こっちだったらこっち買ってる、たっぷりだね。いっぱいだよクリーム。これじゃダーリン、小麦粉祭り。柔らかい？自家製。カスタードと白あん。これ。カスタードクリームとしたらこしたんだよ。これでいいの？子供好きそうじゃない？柔らかいしさ。来ました、エチエル2回目、サイトラ。結果発表、いろいろ食べてきました、あのパン、このパン21件。本当に21件もう食べてない。なんかもっと食べてそうな気もするね。なんか書き忘れがあるかもしれないけど、パンを選ぶのかお店を選ぶのかでまた違う。でもパンはさ、1個に残念ながら決められなかったからさ、自分はむずいよね。だから美味しかったパンいくつかあげるって覚えてる範囲で、まず1つ目、クイニー、クロワッサンのお店のクイニーのさ、練乳のクロワッサン美味しかった。私が思い出されるのは名護の痛いあんバタ、刺さったやつ。なんか硬くてさ、パンがさ、口内炎、たまたま口内炎だったから、あれをリベンジした、健康な時に食べたら絶対もっと美味しかったと思う。次がさ、これを置いてる店はどこも美味しいんだけど、パンをショコラ系、クロワッサンの中にチョコが入ってる、あれはあたりが確率が高い、あれはどこで食べても大体ほとんど美味しいかな。パンをショコラっていうシリーズは
いし、チョコが好きなら甘い系しか食べないのに、調理パン系で多分一番最初に美味しいと思ったのがこの読谷のエピシエルかもしれない。ハムとチーズ、チーズがいい具合なんだと思う、多分クリームチーズが。自分の調理系はさ、アデモックのさ、カレー、卵、パンみたいな、あのアップグレードしたやつ、昨日の、うん、あ、昨日じゃない、この間の、この間のあれと、あの読谷のエピシエールのさ、うん、パニーニ、今日の、うん、ベーコンと卵のパニーニ、うん、今日できたてだったでしょ。今日できたてだった、ラッキーだったんじゃない。ありますよってから、お出ししますかってから、なんか優しかったね。とっても丁寧な人だったよ、読谷の店員さん、うん、なんかエピシエールといえば食べた後にオーブンがあるのに気がついた店内にしかも真後ろにあったってよ、うん、レジ食だったってリベンジしないといけない、うん、でほっぺパンは食べるところはないけど温めてはくれる、うん、温め大事な気がする、うん、イートインのスペースを考えるとさ、うん、アデモクとエピシエルだったら私は雰囲気的にエピシエルが好きだっけ。いっぱいいろんなパン食べたけどさ、うん、申し訳ないけど1位は決められないって自分が選んだら申し訳ないから選べないわけ。それとも美味しいのがありすぎて、美味しいのがありすぎてって、ありすぎるやね。グルメじゃないからさ、たまにハズレはあるけど、うん、ハズレではないか、あの好みじゃなかったのはあったりするけど、これ1回でいいかなっていうのあるよね。うん、最初からさ同じもの食べればよかったって思ったって、もう例えばクロワッサンだったらクロワッサンだけ食べるみたいな、うん、じゃないと多分比べられないと思ったんで、うん、そのお店の美味しそうなもの食べたらさ、それ美味しいよね。そのお店の中の1個か2個しか食べてないのに決めるのもなんかね、うん、1位は決められないけど、この中でも美味しかった思い出のパンたちを紹介しました。あ、じゃあ私あれほっぺパンのチョコピスタチオデニッシュだった。あれがもしかしたらさ、かなりの確率でさ、うん、高いよ。美味しかった。あ、石垣も美味しかった。石垣なんか美味しかったよね、うんうん、もう一回食べたくても行かないと食べれない。あんまり行けない美味しかった。いっぱい食べてしっかりお肉につきました。うん、ほら来年どうする。来年さ、バイキングにしようと思ったんだよ。あ、バイキング、うん、バイキングでさ、これはなんていう の、 あのランキングとかじゃなくてご紹介、ご紹介、うん、こんなバイキングがある。偏食、うん、2人が食べたいのも違う、うん、バイキングが一番都合がいいさね、うん、でもどうせまた来年もパン食べてると思うって思います。うん、絶対食べてると思う、ね、1年間見てくださりありがとうございました。ありがとうございます。2020パン巡り、2020沖縄パン巡りすごいね、うん、じゃあ良いお年を、うん、年越しそば取ってきます。今から年越しそば、バイバイ、バイバイ。